はい、こんにちは、キャプテン小路です。こんにちは。今日はね、雨の予報でしたけれども、昼からね、ずっとね、小康状態でね、雨はね、時々小雨がね、パラつく程度で、大きな雨は降っておりませんね。来週はね、お天気が悪くてね、雷、スマホのお天気予報ではね、雷さんのマークがついております。ですので、ちょっとね、気をつけてね、外出はね、バイクの外出はね、控えようと思います。はい、それではね、今日はね、こんな感じでね、テイクアウトできるね、お弁当のメニューを紹介したいと思います。こんな感じでね、たくさんありましてね、お腹が、見てるだけでね、お腹が空いてきますけれども、食味クラブ、食味クラブかな、福知町、僕のね、住んでる町のね、食味クラブ福知町神崎ということでね、ここはね、あれですね、温泉がね、すぐ近くにありましてね、温泉入って、そしてこの弁当も結構ね、出てるんではないかと思いますね。すぐ近くに温泉がありますので、温泉で、弁当も売ってるのではないかと思いますが、そこのね、すぐ近くのね、弁当屋さんの紹介でございます。はい、こんな感じでね、期間限定って書いてますけどもね、コロナの、ね、影響でね、こういったね、テイクアウトできる弁当屋さんが結構ね、僕の町でもね、増えておりましてね、一つずつ見ていきましょうか。こんな感じでね、サバ弁当550円、焼肉弁当580円、唐揚げ弁当ですね、僕の好きな唐揚げ弁当が600円、すぞり弁当かな、すぞり弁当かな、600円、チキンカツ弁当が680円、チキン南蛮弁当が700円、これ美味しそうですね、南蛮弁当ね、ステーキ弁当が1100円、あ、これステーキだからね、ボリュームありますね、みんなね。あと鶏丼が500円ということで、これはね、まあ、上にご飯の上に、乗ってるんでしょう、ボリュームありそうですね。で、牛カルビ弁当が550円とね、ステーキ重が100円。やっぱりね、スタミナつけそうなね、感じですね。そして鶏飯300円、釜炊き鶏飯500円ということでね、これもなんか美味しそうですけどもね。はい、こんな感じでね、ボリューミーな弁当がね、これ予約しないと食べられないのか分かりませんけどもね、営業時間で書いてますんで、予約しないので直接行ったら売ってるんかなと思いますので、今度はね、行ってみましょう、バイクでね、バイクでちょっとお店に行ってね、テイクアウトのみですのでね、これ食べたいので、ちょっとね、寄ってあればね、買うと。お持ち帰りメニューとして、まだ他にもね、鍋物もやっておりまして、ぜひご自宅でお召し上がりくださいと書いております。ちゃんこ鍋3000円、2、3人前ね、花緑の水炊き2、3人前、手羽先の素揚げ5本700円、安いかな。鶏の唐揚げ、桃なし桃肉、あ、骨なし桃肉6個590円ですね。有東大エビフライ、宇東大か、1本300円、チヂミが550円、フライドポテトが300円、チキンナゲットが300円、鶏軟骨唐揚げが300円、砂ずり、唐揚げが300円、砂ずりチンジャーが200円、鶏のたたきが680円とね、これね、見ているとね、晩酌にちょこちょこっとね、一品料理みたいな感じでね、
あげております。あ げておりますんで、晩酌でね、お酒飲まれる方は、これいいなと思います。でね、水炊きとかね、ちゃんこ鍋ね、これは食べた後にね、ご飯入れてね、おじやにしたらね、すごく美味しいと思います。ちょっとね、よだれが出てきますね。このめ、あの、これ見てるだけでね、よだれがね、ちょっと出てきます。で、晩酌セット1000円でね、結構ボリュームのあるね、ボリュームありますね。晩酌セット1000円。肝に、かわす、枝豆、鶏のたたき、チキンバー、おにぎり。ということでね、これね、一人ではちょっとね、1000円分あれなんで、夫婦でね、夫婦とか家族でね、ちょっといいのではないでしょうか。富士セット4800円ということで、ちゃんこ鍋3、4人前、唐揚げ7個、鶏のたたき1人前、釜炊き、鶏飯2釜。あ、これ4800円でね。これもいいな。家族でね、食卓囲ってね、鶏釜飯食べながらね。よくね、子供の頃ね、僕ね、家族でね、月に1回、親父の給料日で、焼肉とかね、こういった、釜飯をね、よく食べに行っておりましたけども、すごくね、美味しかったですね。ただね、釜飯の場合はね、食べに行くんですけども、30分とか40分ね、注文してからね、すごくね、待たされるんですね。その間ね、よだれ垂らしながらね、食べるわけなんですけども、すごくね、思い出に残っております。よく行っておりました。田川市の方面でね、田川市の板のね、駅のすぐ近くにね、村上病院ってありますけども、その村上病院がありましたところのすぐ近くに、この釜飯のね、釜で炊いたのがそのまま出てきてね、ホクホクのね、美味しい、釜飯が食べたのを記憶しております。4800円であればお得かなと思いますね。はい、そんな感じでお持ち帰りメニューでございます。美味しいに決まってるね。食味クラブ富士ね、美味しいに決まってるよね。これもう本当長い、老舗というかね、ここはね、先ほども言いましたように、日用の湯ですかね、温泉のすぐ近くでありまして、宿泊施設もありましてね、そういうところにも弁当を出してるんではないかと思いますので、まあ美味しいに決まってると思いますんで、日替わりでね、こういうのをね、食べるのもいいのかなと思います。日替わりでね、僕はね、会社経営してるんであればね、従業員にね、日替わりでね、持ってきてもらってね、配達してもらってね、大量に配達してもらうのもいいと思いますね。今ね、コロナがね、コロナがね、まだ収束してないのでね、活気が出ておりませんけれども、せめてね、家の中だけでもね、こんなね、美味しいね、お弁当を食べると、ね、元気になりますのでね、お年寄りの方とかね、子供さん、ね、家族全員でね、こういうのを、たまにはね、たまにはっちか、しっかりね、注文してあげれば、お店の方もね、繁盛しますし、いいと思います。はい、そのこんなでね、今回またご紹介しましたけれども、実際にね、僕食べてね、また食レポをしますのでね、その時またね、全部ね、これ一通り食べてね、食レポしたいと思いますので、いかがでございましょうか。はい、それではご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ボケーっと景色、
こんな感じでね、ボケーとしたいと思います。ここでね、景色眺めてね。はい、そんなこんなで今ね、すごくね、ミニひまわりが咲いておりましてね、すごく綺麗でね、綺麗でございます。わかりますかね、ミニひまわりですね。こんな感じで咲いております。はい、それではありがとうございました。もうちょくちょくね、動画の方はね、撮りたい時に撮る感じで、ね、もう気楽な感じでね、撮っていきますのでね、もしよろしかったら、気楽の皆さんもね、気楽な感じで見ていただきまして、そうやってね、よろしければ高評価、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それでは最後に、この感じで景色を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。